うるさいなぁ、ほんとに。いや、マンは高いよね、やっぱり。そのバンダルスキン2000円で売ってたわ。そう、2000円ぐらいで買ったはず。高いスキン持ってないよ。なんかでも、私デビットカードじゃん。デビットカードでさ、外出るのめんどくさくて、なんか配信で、明日、モンハンやろうぜとかってなった時にさ、前、アリケンとかと、モンハンをやろうって話になった時があったのね。まあ、モンハンやったんだけど、配信で。で、その時にモンハン持ってなくて、で、いきなりだったからデビットカードに残金もなくて、いや、どうしよう。でも、外出るのめんどくさいしなーって時に、GO でちょっと出たスキン数百円の何個も売ったりして買ってた。モンハン。そういうところ終わってるよな。なんで、何が終わってんの？別にいいだろ。だから、GO のスキンって、買っても売れるからね。その非常食みたいな。非常食みたいな感じあるからさ。もし他のゲームやるってなったけど、わ、いきなり。何あれ？何あの立ち方？なんかいきなりでちょっとめんどくさいなーって時にさ、スキン売ってゲーム変えるのよくない？でも、てかお前無料版でやってるんでしょ？いや違うよ。課金してる。1600円もあれ、入れてるよ。